皆さんこんにちは、あっちゃんです。ママです。初めて GU でお買い物してきました。あっちゃんが初めて自分でコーデを考えて選んできました。もともとあっちゃんってあんまりお洋服に興味がなくて、ママがね買ってきたものをそのまま着るっていう感じだったんですけど、まあ、将来モデル志望っていうこともあって、ママとしてはもう少しお洋服に興味を持ってもらいたいなと思ってたんですけど、あつ森だとねちゃんとコーディネートできてたんだよね。なんでできるのって聞いたら、あつ森はいっぱい選べるからできるっていうのを言ってたので、あじゃあお店に連れて行ってたくさんの中から選べる状態だったら自分でできるのかなと思って、病院の帰りの日、平日の混んでない時間に行ける日を選んで買ってきました。で GU が可愛いっていうのを視聴者さんから聞いてたので、じゃーん、これはフレアヘムケーブルセーターのオフホワイト990円、安っ。これあっちゃんが一番最初に選んだやつだね、うん、なんでこれにしようと思ったの？うん、なんかあったかそうだし、うん、このものとかもなんかおしゃれだし可愛い。ママもこういうの大好きなんだけど、あっちゃんって結構肌が敏感でこういう素材がチクチクしたり痒くなったりして着れなくなるっていうことがあったので選んでなかったんですよね。で今回自分で選びに行ってちゃんと試着した上で選べたのですごい良かったです。じゃあ次すごい個性的な出し方だよね。これ何ですか？タグどっかに書いてあるはず、探して。やった。なんて書いてある？チェックブリッドスカートパンツ、のパープル。ピンクに見えるけどパープルだって書いてあるね。あっちゃんには完全に紫に見えるよ。ママにはピンクに見えるまあいいや、どっちでもピンク紫って感じ。これはどうして選んだの？とりあえずスカート見てた時に、うん、あこれ似合いそうだなって思ったから。あつ森に同じような柄の服があったよね、うん、それで可愛いって言ってたもんね、その服が。じゃーん。ブラボアフルジップパーカーのピンク。あ、裏ボアってこういうこと？裏側がね、ボアボアの生地になってる。ボアボア。あ、ボアボアの生地じゃないか。ボア、なんだろうね。ボアって何？ボア、ボア？ボアっていう生地の名前かな？多分そうでしょ。1990円。安いね。GU で子供服初めて買ったんだけど、安くて本当びっくりしました。これはなんで選んだの？色は好きなのとあったかそうだから。あちゃんね結構ピンクが好きです。そしてなんかさっきから足が、あここに猫ちゃんがずっといるんだよね。あとこれもヘアアクセサリーだね。590円でフェイクファーヘアゴムセット、もう絶対ママにはつけられない。いいな、これちょっとなんかねこういうのってねこういう風にねあっちゃんやるんよ。なんか多分こうこれがみんなしてるこんな感じで、そうしたらピントが合うみたい。合ってる？ママがいなくなったら合うかな。かわいいでこっちも590円、ヘアピンだね。ハートモチーフヘアピンセット、合ってる？ピント、もうやっぱママがいなくならないといかんかな。合ってるかな、多分合ってる多分で次はこっちゃんこんなとこから来てるはい、以上でしたもうちょっと買っていいよって言ったんだけど、結構大変だったもんね、選ぶのもね。ちゃんとコーデできるぐらい変えたので、ママはあよかったなと思いました。こっちゃん最近すんごいもふもふ。で合計金額が税込みで5675円。よし、じゃあ早速着替えてみるよ。じゃん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 。ほら、どうですか？かわいい。かわいいよね。
あっちゃんもね、着替えてね、自分でうわーかわいいって言ってくれたので嬉しいです。やっぱりね、自分がちゃんと選んだお洋服だからいいんじゃないですか。ママが選んだものよりも愛着が湧くんじゃないでしょうか。よかった。ちょっと靴下そろそろ痛い。あ、そうね、靴下ね、あのこのスカートに合わせるためにちょっとロングの靴下を探したんですけど、小さいのしかなくてパーカーを着てみましょう。じゃーんパーカー着てみました。ヘアアクセサリーもね、ゴムもこう2つついてたので、なんかこのゴムつけるとさ、うん、なんか髪の毛のところでさ、うん、シャラシャラ言う。あー、こっちがね2つあったのでね、ツインテールにしてみました。どうですか、あっちゃん。かわいい。しかもあったかい。あったかい。いいね、このパーカーは普段使いいきそうだね。学校にも全然着ていけるしね。こっちのね、スカートの方はね、タイツと合わせてもあっちゃんには寒いかなと思うので、お家での撮影用にしたいと思います。じゃあ、あっちゃん今回初めて、お洋服のコーデを自分で組んでみるっていうのをやってみて。楽しかったし、可愛かったからよかった。じゃあまた今度人が少ない時間に一緒にお買い物行ってくれますか。おお、ママの娘と一緒に洋服を選ぶっていうのが叶いそうです。あとママのお洋服も選んでほしいです。選んでほしいですお願いしていいですか。バイバイ。